ばよ、さんして。ま、善人にやられるよりかは惨めじゃねえだろ。待つじゃんよ。え？その銃をこっちに渡せ。そいつはお前に必要ないものじゃんか。俺は悪党だ。それなら私が止める。本気で言ってんのか。止める以外の選択を知らないじゃんよ。私はお前を絶対に諦めない。そこからお前を引きずり上げてやる。だから私は立ちふさがる。守るべき子供のために、愛すべき平穏のために。それはお前がいて、ラストオーダーがいて、みんなが笑って暮らしている風景だ。その未来のためにはお前が持っている拳銃は必要ないものじゃんか。お前はその程度の悪党なんかじゃないじゃんよ。結局てめえは俺と同じだ。誰も守りやしないな。そうだろ。今までだったこんな風に大勢の人間を死なせてきたんだろうが。すげえだ、すげえ悪だ。やりゃできんじゃねえか、悪党。確かにこれならダークマターセカンドプランだよ。ただしそいつが勝敗まで決するとは限らねえんだよな。何が？てめえ、そういうことか！てめえの役に！銃を下ろせ！あいつを止める方法は？迷子見つけたよって。磯川美沙子はしっかり話しかけてみる。大丈夫だよって磯川美沙子は手を伸ばしてみる。よかったって伊坂は言ってみる。